行くぞ人雷がごとく。どうも、雷神教のポニャです。今日は雷神教のゆえんお見せしたいと思います。はい、ということで、今日は回を使ってやっていきます。好きなキャラクターの声真似してみました。最近シャドーバースっていうアプリハマってまして。さあ、ということで、相手アンジですね。なかなかね、レベル高かったんですよ。3100レベルぐらいだったんで。これ6回の後、これする。ちょっといろいろ読み合いをね、今度、ちゃんと動画とかに回したいですね。動画とかにしたい。ちゃんと。あそこで、ちゃんと打つ意味があるんですよ。これバックス狩り。はい、これ美味しい。この、あー、できなかった。今のが、ちなみに、立ち牌、ダイヤイクラ、6牌、ハイソラベイパーで、最大コンボいけます。結構簡単なんで、やってみるといいですね。でもまあ、簡単と言いながらね、ちょっと見せてしまったんですが、それはなぜかと言いますと、俺が最近ね、怪奇スクじゃなくていろんなキャラ使ってたから、ネグレクトしてたんで、怪奇スクはね、出れてくれないんですよね。なんで皆さん、ちゃんと怪一筋で使ってる方は、きっと、できると思います。簡単だと思います。しっかりね、そういう、危ねしっかりそういう、いきますよはいはいあ、ダメです。やっぱり俺、ネグレクトしてたんで、出れてくれないですね。しっかり一筋使ってる方は、ミスらないと思います。僕はダメでした、どうやら。ガンガン、あー、ちょっと後ろ紫遅かったですね。後ろ紫することによって、相手の暴れさせて6回で釣るというね、作戦だったんですが、あまり遅すぎましたね。あっと、これは見えない。投げられてしまう。はい、これ見える。俺、中段も見えるんですよね。あー、これ2回隠ってたか怪しい距離でしたね。美味しすぎる、これは。これなんか覚醒隠ってるそうですけど。美味しい。これは2回で拾える。これも覚醒隠ってるかな？やってこないですね。暴れるか。これ爆捨てします。うおー、なんかすげえ！爆捨てぐらいでなんか多分、もともとため出しダストで崩す予定だったんでしょうけど、爆捨てしたおかげでなんか変なコンボになってましたね。マイピ投げに、いけない。これバースト打ちます。速攻バースト打つ、逆に。速攻バースト打つか、これで一発隠ってます。かな？隠ってなかったかな？やってない、やってない、やばい。これね、命のダッシュ投げ。おい！読みがちですね。魂こもってました、最後のダッシュ投げは。いや、ぐるぐるか、前、青キャンかなと思ったんですよね。どっちかかなと思ったんで。まあ。読み合いの勝ちですね。読み勝ち。ワクスする。オッケー。案外隠らないんですよね。おっと、壁割れないか。暴れ潰し。さっきまで散々暴れられてたんで、暴れ潰しします。さあ、ここダイヤクラでしっかり割って、マイピ？あー、これ食らったの痛い。今度ちゃんとなんか、キャラ隊の動画にしたいですね。やっぱね、対戦しながらだと、どうしても説明しにくいところがあるんで。今、バースト入ったのあんま良くなかったかもしれないですね。あ、演出で潰せるんだ、こいつの。へぇー。さあ、これは美味しい。あ、コンボミス美味しいですね。ジャニス出します。これ、ロマキャンして、1入れ替えつつ、オッケー。バーストアクスさんでオッケーです、これは。マイピ、マイピじゃなくてコパンなんかすごい、かっこいいコンボしたな。初めてしましたね。2P 対空ダイヤイクラって相手これビビってるでしょ、だいぶ。マイピ、6回すら。あー、これ俺が悪いっすね。なるほど。これはね、見えるんで、ちゃんとガードします。暴れますね、結構。マイピ出して、これちょっと遅らせます。暴れ潰し出します。さっさん暴れられてたんでね。そろそろ、あ、まだ暴れる。はい。ちょっとできないな。本当は、あれが最大なんですよね。何度も言うんですけど、結構簡単なので、やってみるといいですね。トレモでちゃんとやって、ちょっと俺は、カイトの愛情が足りないみたいですね。カイトの距離感がまだつかめてないみたいです、僕は。これ勝利出します。さあ、変な張り飛ばし。カウンター取って。美味しい！あ、アンチね、ちなみにダメです。今俺やっちゃったんですけど、アンチはちなみにダイヤクラカウンターしても、6杯入れない組ですね。美味しい！これね、ゲージ使わなくてもよかったですね。使っちゃったんですけど、勢い余って。まあ、喋りながらなんで。
そんなガチでできてないっていうとちょっと変なんですけど、まあやっぱりね、集中してやるときはね、黙ってやるんでっていうのもちょっと言い訳させてください。最適解を選べてない。散々暴れられますね。ちょっと距離離れてたらいけるみたいですね。画面端ぴったりだとダメです。今のはスタンディッパー見てからいきます。これはね、暴れちゃった俺が悪いです。これ投げ通してしまった俺が悪いですこれを俺が悪いです。本当はこれ見てからディッパーで行きたいですね。勝利券出します勝利券強い。ちゃんとガードして、はい、これは 2K かかってるんでしっかり確定反撃。もう一回暴れるかな。暴れなくなりましたね。爆死、あーなるほど、爆死生まれてたかな。これディッパーかかってるのか分かんないな。これはバータイで、まあ死なないですけど壁割りまでライドで行って、あ、死にそうだな、死にましたねアンジの耐久力なら死なないかなと思ったんですけど、案外減りましたね。はい、ということで、もう一戦行きます。はい、では次はね、95レベのチップの方ですね。よろしくお願いします。チップ戦もね、結構話したいことがあるんですけど、やっぱ対戦中で話しながらってやるときなかなか難しいものがあるので、まあまたね、今度ちゃんとキャラ対動画とか出してみたいですね。割とね、真面目にこのゲーム僕やってたんで、今もそうなんですけどね、今も真面目にやってるんですけどあ、やべ、ちょっとなんか入れ込んじゃいました、すみません。んー、こうなるとしんどい、しょうがない。はい、あー、これ結構見えないですね、俺の人間速度だと、人間性能だと見えない。 OK、 出して爆捨て狩り、お、美味しい、ここで爆捨てされた。さあ、これ立ちになってんのって何でだと思いますか皆さん。これはおそらく上入れっぱしてたか、上入れっぱだったら違うかな。まあ、今ね、ファジー禁越じゃなくて遅らせ禁越やったんですけど、それで、タッチガードになっちゃってるけど、タッチガードってことは、まあ、上入力してるってことなんですよね。だから、次はちょっとタッチ系を決め、遅らせてタッチ系とかやってみようかな。っていう風にね、見えてくと、どんどん崩し、上手くなっていくんで、相手が何をやったかっていうのをしっかり見て、それに勝てる行動をしっかりしたい。これは、こうですね。あ、なんか後ろ行っちゃいましたけど、まあまあまあ倒しきれたので。開幕どうしようかな、足払い。なるほど。あ、やべ、補正切られた。飛びます。あー、ロック配信がなんか対空になってません。まあでもこれ壁やってくれた方が美味しいかな、個人的に。足、マイピ出ないか。これ投げれます、これちゃんと投げる。あの、画面端から抜け出したいんで、チップがあって。こういう時によくやってくるイメージあるので、こういう時はしっかりガンガードじゃなくてガン見しときたいんですけど、あの、死にましたね。とかっていう話もね、キャラ隊の時にしたい。ちゃんと、キャラ隊動画出す時とかに、どういう読み合いになってるかとか、しっかり話したいですね。で、あの、全然使ってなかったんですけど、チップ戦、立ち回りの立ち系をかなり機能します。立ち系は、だいぶ安定卓として、ありだと思ってます。こういう時にタッチ系置く。今 FD 張ってたんで確定取れなかったんですけど、実はあの2段目って、あの 2K 止めじゃない、あの2段目止めの場合は 2K で勝ってたりします。でも 2K 振ると3段目が飛んできてカウンターするみたいな。でも3段目はガードしちゃえば確定反撃だよみたいな読み合いとか実はあったりして、そういうとこもね、話したいんですよね。結構ね、案外チップ戦できること多いんですよね。見えねえこれはしょうがないですね。強い浮き詰めなんで、しょうがない。壁を割らないというね。ちょっとこれは甘えたかな。落ちない。あ、バカ、やっちゃった。そう、こういうのとかね。3段目、案外。あ、待って、ミスった。なんかボタンが今ね、変なところに手当たっちゃった。これもディッパーでゴリ押す。昇竜拳あー、拾えんか。もう一回。あー、やべ、これ集中するところだよ、集中。タッチ系、タッチ系。あー、うまい。相手がうまかったです、今は。
ちゃんとダッシュしてこないで寸止め足バレっていうね、相手が上手かったですね。マイペイ、オッケー。さあ画面端から逃がしたくないが、お、なるほど、うまい、へえ、おいしい。バックステ、ここバックステ多いですね。はい、それがどこのバックステが多い。あー、マイピー出なかった。これマイピー出ないのがまずい、非常に。勝利券でいい、これは。オッケー。勝利券ある？ないか。マイピー、あー、くそ、マイピーに足払いが噛み合ってしまった。さあ、壁割られて。飛ぶ、これは。いやー、このジャンハイね、悪手です。本当はダメ。本当はやっちゃダメです。あー、やべ、死ぬか、これ。いや、まだ死なんな。いや、死んだわ。ということで、ちょっと、2連敗ですね。チップの対策動画とか話したいって言ってる時に、この2連敗ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、こういうこともありますので、最後はちゃんと勝ち切っていきたい。まあ、普通に上手いですね、相手の方が。うん。さあ、美味しい。うん、お上手ですね。バックステイ、刈られて、うまい。足置く。演出、チップ、あー、また押せ切られた。チップのね、通常図が結構性能良くてね、なかなか潰しにくいんですけど、うん、ダメか。はい、マイペイ、オッケー。これまたバックステイするんじゃないかな、しないか。ちょっと噛み合うな。フードル。で、バックステイ刈りまくってたんで、そろそろ、あれかなと思ったら、いやー下手。でもこれ殺しきれましたね。ビダニ系とかで、あ、終わりました。これはビダニ系とかで終わってたかな。はい、それじゃなくて、いやー微妙だな。でもビダニ系間に合うか間に合わないかって感じでしたね。うん、どうなんだろう。ちょっと俺の回帰スクが不機嫌です。今日はマイペイ、チップ戦はね、とりあえず、ちゃんと対空は本当に出したい。落とせないと、本当に話にならない。ガード硬いな、暴れてくれ、暴れないか。お、ボックスしてくれた。これは立ち合いで拾えるんじゃないか。あー、立ち合いで貼り付けたかったが、貼り付かなかった。これ投げ、行きたかったけど投げれない。これは置き攻め？はい。そうですね、相手、上入れて勝ってるので、立ち系がだいぶ刺さる感じになってますね。まあ、本当はね、近熱でファジーとか上手に借りたいんですけど、なかなか相手依存なところもあって難しいんですよね。差し系は下段なんでね、借りやすいっていうメリットが、まあ、ちょっと安いんですけどね、買ってもっていう悩みもあるんですけど、まあ、確実に借りたいなら差し系だなって感じ。バックステとかも借りますしね。これは終わりましたね、ライドで。2連敗してしまったんですが、まあ、最後、なんとかね、勝ち切って、いけましたので、よかったです、はい。いやーでも、ちょっとチップ戦、もう少し自信あったんですけどね。まあ、今度なんか、もうちょっと、まとまったら、しっかり動画にしようかなって思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。